さて、トマトはどんな感じになっているのかな？なよいしょ。スイカ栽培。めちゃくちゃになっているじゃないですか。なんてことだ。このまんまじゃトマトに世界を征服されてしまう。何かいい解決法はないものか。そうだ、わらしべ長者みたく電話を使ったりしてトマトと何かを交換してもらえばいいんだ。これはすごいぞ。交換してくれる人を探すぞ。スチャリ。ごくごく。ええー、嘘だろ？ブツブツ交換で大金持ちになりそうじゃわい。へっへ。待てよ、トマトを入れる箱が必要だぞ。箱はこんな感じでいいか。帰り道がいつもと違って見えるわい。さん、200個ぐらい取れば喜んでくれるんだろうか。鈴なりで非常に立派ですね。348、500個収穫したけど、まだありますね。まだ結構あるな。傷がついてるのや割れてるのは送るのはやめましょうか。おいおい、袋詰め案外大変だぞ。これやべえぞ。これ徹夜決定じゃん、もう。ああ！ちょっとシンプルだな。めっちゃいいこと思いついた。やべ。よっしゃ、できた、天才。出来は最高。ああ、また思いついた。僕がトマトを守ってあげればよかったんだ。パパって口笛できる。すげえ。Thank you.
ついに送り出す時が来てしまったか。あ、お預かりします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。